これは不老不死のブラウンのマスカラですね。もう本当にずっとこれです。今はマスカラね、ずっと塗ってなかったんですけど、この不老不死のマスカラをこう使ってからはもうずっとこれを使い始めてます。これね、結構おすすめです、本当に。鼻についた。いや、こっち側の右利きなんですけど、私こっちはね下まつげ塗れるんですよ普通に。こっち側の目の下まつげがどうしても塗れなくて、こうすると鼻の上に絶対つくし、これするとね、なんか手が怖いんですよね。下まぶた絶対につくしね。なんかどうやって塗ればいいんですかね。怖いですマスカラしながら喋るってすごい怖くないですか。私は怖いです。まあいいや。なんかね、いつもはもっと下まつげバサって塗ってます。これで最近ね、下まつげをこうちゃんとするのにハマってます。ちょっと綿棒取ってきますね。で、ここの鼻のね上についたマスカラと、あと目の下についたマスカラを取ります。メディアのグラディカラーアイシャドウの BR の1番の真ん中の茶色の色を取って塗ります。アイメイクはね、なんかほとんどいつもと変わんないです。で、一番濃い色を二重幅に塗ります。はい、塗り終わりました。そしたらやっとモテライナーのブラウンを目の際に引いていきます。なんかどれが一番いい角度かわからない。きっと遠いから見えてないと思うけど、はい、こんな感じでね、結構薄めにラインを引いて、で、目尻の方はなんか目に沿ってというか、前を向いてこう目に沿った感じで伸ばします。あ、そう、今日ね、ウームから荷物が届いてて、で、荷物届けますねっていう連絡がなかったので、多分なんか、なんだろう、お仕事とかそういう感じのではないと思うんですけど、 U パック届いたんですよ、昨日。で、昨日受け取れなくて、で、今受け取ってきたんですけど、メイク完成させたら見てみようかなと思います。どうしよう、多分メイクの途中でやると早くメイクしろよってなるかもしれない。あもうメイク動画撮るの、撮り方忘れた。キャンメイクのレディーリッチライナーの03番のゴールド系のカラーを下まぶたに入れていきたい。下まぶたに塗っていきます。涙袋のとこで、このカラーで囲み目メイクみたいな感じにします。このゴールドすごく可愛いのでおすすめです。で、パフでなんか馴染ませていきます。でもね、これ時間が経つと結構よれるっていうか、なんかなんて言うんだろう、広がるっていうとなんかあれですけど、なんか時間が経つとね、なんか疲れた顔してる風に見えるので、うん、すごい疲れてんなみたいな感じがするので、うん、なんか似てる色があったらそっちを使った方がいいかもしれないです。なんかね、なんかこれを使い始めてから目が疲れて見えるようになった気がするけど、この色がね可愛いんで今これ使ってるんですけど、うん、まあ私の勘違いかもしれないんでね。で、リップですね。リップは本当に気分でつけてます。これがミシャのマジカルベールのロマンスノーですね。これはリップグロスなんですけど、上からつけると結構こういうカラーが落ちにくいというか、他につきにくい、カップとかについてもこっちがねついてくれるので、こっちが落ちない感じにしてくれるので、これは最近ずっと塗ってます。で、まあこれは塗るでしょう。あとですね、これを本当にいつも気分で塗ってます。これはインテグレートのボリュームリップバームの N の RD の685番ですね。こういう暗めの赤ですね、ボルドーカラーになってます。で、こっちがレブロンのバームステインの55番、ブドウカラーですね。こっちはさっきより茶色っぽい色ですね。
でこれがメイビリンのリップフラッシュピッテンリップの RD の002番かな。こんな感じでね、3色が一つになってるタイプですね。もう本当に適当にこれを下地に塗ってからこのレブロン塗ってグロスとか、これだけまあ内側にちょっと塗って、あとは外にぼかしてこれを塗るとか、レブロンを先に下地として塗ってこれを上からちょっと付け足して内側だけ付け足して、あとここがまた上に重ねるとかね、大体ねこの3つを使ってますね。なんでまあ今日は何使おう、これでいいや、ボリュームラッピーララこちらのインテグレートを今日は使います。内側に塗っていきます。綿棒ちょっとはみ出したんで綿棒、あ唇が荒れてる、なんか外側はぼかした感じにしたいので綿棒で取っていきます。で内側にもう一回塗ります。こっち側が唇が荒れてて、はいこんな感じになりました。はいメイク完成ですね。なんか最近は本当に簡単にメイクしてるのでこんな感じが多いです。よし、じゃあたくさんまあ喋ったので、まあ、髪の毛は今日はこれでいいとして、あそうだね、これ結局この紙袋が何だったのかだけちょっと開けてみたいと思います。多分ね私の予想としてはあの年賀状とかをねくれる子がいるんですよ。やっぱりあのウームに送ってくださって年賀状をねあの送りますって言ってくれた子とかもいて、やっぱ送ってくれてるのかなって思ったのでとか、たまにね、まあ、プレゼントとかも送ってくださる方がいるので、それをねまとめて送ってもらってんじゃないかなと思うんですよね。だから年賀状と、まあ、去年渡せなかったプレゼントとかが入ってんじゃないかなと思うんですけど、どうなんだろう。あ違う、黒パーカーだから光飛びがしちゃいますね。えめっちゃ嬉しい、絶対に年賀状だと思ったんですよ私今。年賀状だと思った、まあある意味年賀状でしたけど、えびっくりした、嬉しい。そうなんかくまみきさんがあのパチパチファクトリーというブランドでこのポンポンプリンとコラボしてなんかブランドのものを出すって言ってて、くまみきさん、くまみきさんありがとうございます、大好きですやばいね、かわいい。こちらウェブショップ限定カラーで他にもいろんなアイテムがあってウェブショップで購入できるのでぜひ概要欄覗いてみてください。メイク動画から流れがなんか全然この違うんですけど、今すごいテンションが上がって嬉しいです、ありがとうございますということで最後まで見てくれて本当ありがとうございました。なんか締め方がちょっとよく分かんなくなってしまったんですけども、もう私は大体こんな感じでメイクをいつもしてます。そんな感じで終わりたいと思います。また次回の動画も見てください。バイバーイ。